相場わかんなかったんで、なんか調べたことあるから結構高いなっつって、何今回普通に3000だったら普通にいいな、すごいですよ。この間なんか2000円のクーポンもらったんで、それ使ってませんみたいな、次その別のお店で2000円のとこ行ってみようかな。それでもやっぱこの間やってもらったガチカニが良ければ変わるんだっていうところ、いい匂いされました。シャンプーなんですか、なんかオイル、まあ、光って言うなら、まあ、こうやってられるやつ、タオルとかかけてくれないですよね。あ、丸見えなかった、あ、そういうの珍しい。でも別にこっちから見えないですけど、あっちから見えてる、まあ、確かにちょっと寝ちゃうじゃん、ちょっと恥ずいな、タオルかけてもいいよね、メーカー消してほしいよ。よくさ、ヘッドスパの動画見るんだよ。なんか、カニが高くていけないからさ、ヘッドスパの動画を見ながら寝る。前でさ、なんか気持ちよくなってきて寝てるからさ。でも、なんでタオルかけてるの？そうっすよね。なんだなんだ、今度は。なんか今日出かけないですよ。なに？予約の時間も言わないのさすが。あれ今日8時半から俺やったよね、6回までそのペースでしたね。